はい、今回やっていくのはもう一人いるというこちらのゲームになります。なんだか顔を塗りつぶされていますね。制作者さんはさつきの夢という制作者さんですね。何本かお世話になっているんですけれども、とても面白いゲームばかりなので、今回のこれもね、ドッペルゲンガーを扱うというテーマがね、まず興味を惹かれるんですけれども、なかなかそういったゲーム、ドッペルゲンガーを前面に押し出したゲームってこれまで見たことがなかったような気がするので、楽しみです。では早速ね、初めからやっていきたいと思います。どれをやるんだこれ。コントローラーで操作できるのか。真山、明らかに主人公っぽいイケメンの男子ですな。 36.4 度、平熱だ。脇から取り出した体温計を見て一人つぶやく。昨日は最悪だった。せっかく大学の講義もなく、バイトも休みだったというのに、風邪気味で出かけられず、一日家に引きこもり状態だったのだ。ああ、それはちょっともったいないことしちゃったね。大学の講義もなくてバイトも休みだったんでしょ？一日フリーだったってことだよね。なんかね、その機会にいろいろ出かけたりしたかったと思うんだけど、何もできなかったんだ。寝たきりだったのかな。気分もいいし、これなら大学に行けそうだな。はい。体調も良くなったし、行きましょう。ほうほうほう。これが部屋？ゴミあるよ、ゴミ。ゴミ箱。溢れそうなんだ。こっちに入れちゃえばいいんじゃないの？ねえ、溢れそうなら。電子レンジ、冷蔵庫。最低限の調味料と水しか入っていない。ほう。なんかね、なんかちょっと床にベッドというか布団をそのまま置いてるような感じがしなくもないけど。シンクとコンロのみでまな板を置く場所はないが、自炊はしないので不便はない。確かに、確かにシンクと、しかもゴミ邪魔だし。確かにこれ自炊、なんだろう、できないよね。どこで野菜とかね、切ったりとかこう、ね。いろいろ仕込みをすればいいのかわかんないな。ちょっと面白いキッチンですね。こういう間取りはなんて言うんだ？ 1K とか言うの？ワンルームっていうの？涼しくなってきたからってゴミを溜めすぎか。そろそろ捨てないと。はい。あ、ちょっと待てよ。その前に。ほうほうほう。持ち物。なんもない。セーブはできる。まあ、早速しときましょうか。システム。うん。よし。行きましょうか。あれ？ここ横に部屋がある？トイレか。はあはあはあ。昔住んでた部屋を思い出すな。こっちの横の道は？これもう大学に着いたってことだよね。横は行けない。行けないね。行けないっぽい。はい。じゃあおとなしく入ります。なんもないよ。なんもないよ。人の気配がしないんだけど。大丈夫？おーっと、影がいる。影がいるぞ。眠い。これはどういうとこ？玄関入ってすぐ隣になんかこう、ロビー的なものが。ん？まあ山。お友達かな？おう。何？後ろから声がしたかと思ったら勢いよく腕を肩に回された。勢い余って首にまでそれが泳ぐ。苦しい。殺す気か？おう、悪い。おはよう、まやま。なんかこう、ノリの良さそうなお友達ですな。水野くん。いかにも大学生みたいなね。もう楽しんでますみたいな感じがするね。手と口とのギャップがすごい。こっちまで気の抜けるような声で話しかけてきた。この男は水野。同じサークル仲間だ。たく、少しは手加減しろよ。おはよう。お前が午前中から来てるの珍しいな。ああ、ネミ。また夜まで遊び回ってたのか？見た目通りな感じなのか？あの後俺ら負け組はカラオケ行ってたんだよ。お前こそ寝不足じゃねえのか？お？なんかまたというか、もうすでにここで会話が噛み合ってない気がするな。だって前日の話だよね。前日私は寝込んでましたか。
ほら、なんでだよ。俺は昨日は快眠だった。風邪気味だったから寝不足どころかよく眠れた。あ、嘘だろ。あんな美人を持ち帰りしといてお前、手出さなかったのかよ。あらららららこれがもうすでに奴の仕業か？は？なんだよ。結構いい雰囲気だったのに気に入らなかったのか？え？いやー、ちょっと待て。何の話だ？昨日のマチコンに決まってんだろ？マチコン？お前またあんなとこ行ってたのか。俺ばっかがついてるみたいな言い方すんなよ。お前だってノリノリでついてきたくせにさ。お前さっきから何言ってんだ？昨日俺がマチコンにお前と一緒に行ったって？そうだっつってんだろ。俺最初からずっとその話してんだけど。ね、お互いがお互いのね会話をこう打ち消してる。なんだ、新手のボケか。俺は昨日一日家にいてマチコンなんて言ってるわけないってのに。まさか俺に彼女がいないことをいじってるのか。随分遠回しで悪趣味ないじりだそんないじり方はしないよね。かなりの高等テクニックだな。わかりづれ。俺はどうせいい雰囲気になった美人にあっけなく振られるひもて男子だよ。お前と違ってトークも上手くないしな。んだよ、結局振られたのかよ。まあ落ち込むなよ。また良さそうな会があったら一緒に行こうぜ。あれ、会話が成立しちゃったね今。最後のあれで。あくびをしながら水野は自分の講義のある教室へと歩いていった。相変わらずマイペースなやつ。俺も自分の教室に行こう。ほう、自分の教室はどこでしょう。ここか。合ってんのかな。あ、出れる。こっちはよ、あー、なるほど、用事がないといけなくなってるね。話はかけられない、かけられない。ってことあれか、あの色のついた、これは男の子？友人？よ。お、メガネ男子。ああ。机に座りスマホを見ている男に話しかける。少しも表情を変えずに返事をしてきたこの男は草場。何見てんの？家の観葉植物の育成ライトが壊れた。ほう、観葉植物育ててんの？すげえな。微妙に返答が噛み合わないが、スマホ画面を盗み見てなんとなく察する。ああ、草いじり最近ハマってるんだっけ？草いじりじゃない。観葉の植物。インテリアとしても映えるし、何より成長過程が楽しい。ほう。名前が草花だけにね、草いじりが好きなのか？相変わらず多趣味だな。話についていくのも一苦労だ。で、それを育てるためのライトを探していると。前に買ったやつはすぐ壊れたから、今回は慎重になってる。そうだね。よ、どうせならもうなんか、高級そうなの買っとけばいいんじゃない？男にしては色白な指が画面を送る。テーブルライトのような商品が次々と画面を走っていくが、俺には違いなんてさっぱりだ。ああ、そうだ。おもむろに草場はカバンから本を一冊取り出し、俺に差し出してくる。これ、昨日言ってたやつ。あら、また来た。また記憶にないことがやってきたぞ。は？読みたいって言ってただろ？昨日？言ってねえよ。違うやつと間違えてないか？17時頃、駅前の本屋で会った。時間まで覚えてんの。嘘だろ。またかよ。昨日俺は一日風邪で寝込んでた。お前とは会ってない。じゃああれは、マヤマニの人？でも、話だってちゃんと通じてた。前にお前に貸したオカルト小説の話もした。オカルト小説？ああ、そういえば借りてたな。やべ、まだ全然読んでねえ。あれか？二重人格とかじゃないよね。ドッペルゲンガーだよね。まあ、お前がいらないって言うなら、これは引っ込めるけど。いや、もはや今、本はどうでもいい。昨日お前が俺と会ったって事実が。お、後ろから入ってきた。教授後ろから入ってきた、もしかして。突っ込んで聞こうと思ったところで、講師が来た。あ、そうか、後ろしか入り口ないのか。
俺は後ろ髪引かれる思いで席に着いた。ちょっともやもやするね。徐々にこう、ドッペルゲンガーの存在が感じ取れるようになってきましたが、あれ？寝ちまった。あれ？草場くんどこか行っちゃったけど。もういねえし。早いよね。せめて起こしてくれればいいのに。さっきの話問い詰めようと思ったのに、ほんとそれ。仕方ない。と、俺は気持ちを切り替え、その日の講義を受けた。講義も終わり、机の上のものをカバンにしまう。今日はバイトもないし、夕飯帰って家に帰るか。はい。やっぱこれは話しかけられない。かけられませんね。時計とかは別に何かできるわけではないね。はい。じゃあ出ましょうか。こっちは？やっぱり用がないところはいけないっぽい。あ、またどなたか来ましたね。あ、真山。後ろから声をかけられる。振り向かなくても相手は大体想像できるので、あえてゆっくり振り返る。お、また、あれ？今度は女性。何帰ろうとしてんの？今日は集まりがあるって言ったよね。まさか、昨日言った？昨日自分じゃない自分に言ったってこと？ああ、悪い。忘れてた。あれ、これは違うのか。前から約束してたことか。こいつは加藤。俺たちサークルメンバーのまとめ役だ。キャンプまであと一週間もないんだから、もうちょっといろいろ詰めておきたい。キャンプサークル。出会い目的や飲み会ばかりやっていそうな、偏見バリバリのイメージを裏切り、俺たちは割と真面目に活動をしている。ほう。悪かったって、わざわざ呼びに来てくれたのか？違います。あんたのことは諦めて飲み物を買いに行こうとしてた。へえ。じゃあさっさと買っていつもの部屋行くか。サークルで借りてる部屋があるのかな。お、まさかの。あれ？これは水野。メガネかけてるから草間かと思った。なんだ、水野もまだ来てない。え？来てないじゃん。あ、やっぱ草場だよな。さっき廊下で女子と喋ってた。まさか、またかあいつは。本当に女好きだな。モテるんだからいい加減彼女作ればいいのに。みんなサークル仲間だね。聞こえてんぞ、お前ら。やっと全員集まったね。え、4人。4人なんだ。少ねえな。秋のコテージキャンプまであと1週間切ったけど。みんな準備進んでる？どんな準備しなきゃいけないの？やべ、まだほとんど準備してね。一通り終わった。お、そつないな。俺は半分くらいかな。なんだその頬に流れる 汗は。 俺もちゃんと準備してよ。今回はいつものキャンプと違うんだから。ほう、いつもがどんな感じで今回はどんな感じなんだ？お、分かってる。じゃあ準備したこと、足りないもの、当日の予定のすり合わせしよっか。あんたら2人が全然準備してないことが分かった。あれ、半分もしてなかったってこと？まだ1週間あるから余裕だって。当日までには準備してくるよ。じゃあ今日は解散でいいか？ 多分さっさと解散して遊びに行きたいんだろうな。はいはい。じゃあ解散。お先。早いな、水野。俺も今日は妹たちから世話を任されてるから。妹たちのか、そろそろ帰る。お疲れ。妹さんがいるんだ。ちっちゃいのかな？世話を、お世話しなきゃいけないってことは。あれ、二人きりになっちゃった。二人きり取り残されて、加藤がじとっとした目で俺を見てくる。何でしょう。わ かってるよ。ちゃんと準備します。はい。頼むよ、ほんと。真山が一番準備進んでないんだからね。ほら、昨日体調悪かったから。まあ、昨日だけの話じゃないんだろうけど。今まで散々木下さんに手伝ってもらってたってことがよーくわかった。木下さんってまた新しい人物が出てきましたね。木下は真面目だったからな。木下、
去年の秋までうちのサークル部員だった。今彼女がここにいないのは、ほう、わけあり。今回のキャンプ、ちゃんとやりたいの。木下さんのためにも。まさか、前回のキャンプかなんかで事故が起こったとかそういう展開？ほら。ほらほら、彼女は去年の秋、もう一年になるのか。その時のキャンプ中事故で亡くなった。つまり今回のキャンプはその弔いを兼ねているというわけだ。それなのに水野のやつは本当に女の子を追い回してばかり。なんで水野？気づかなかった？木下さんは多分水野のことが好きだった。それで多分水野も木下さんのことを好きだった。あれ、真山は何か思うところがあるか？真山は何とも思わないの？ねえ、いつも手伝ってくれてたってさっき言ってたから、なんかこっちの方とね、仲が良かったんだって思ったんだけど、俺は別に、お前こそどうなんだよ。私だって別に。ほう。俺もそろそろ帰るよ。風、またぶり返したら嫌だし。げ、真山風邪ひいてんの？やめてよね。うつされたら困る。昨日一日寝て直したから大丈夫だっての。まさかお前も昨日俺に会ったとか言わねえよな。は？何それ？会ってないけど。いや、悪い。なんでもない。考えすぎさ、考えすぎか。やっぱ昼間のはあの二人の悪ふざけだ。じゃあ、また明後日。いいのか？悪ふざけと決めつけちゃって。翌日。俺は講義が終わった後バイトに来ていた。これは喫茶店的なところなのかな。この時間はほとんど客が来ないから暇だな。一度厨房へ引っ込もうかと悩んでいた時、来た。いらっしゃいませ。客か、若い女性だな。いらっしゃいませ。何名様でしょうか。あ、一人で。あれ？あれ？とは？女性客は不自然なところで言葉を区切り、俺の顔をまじまじと見ている。え、女性客ですら俺のドッペルゲンガーと会ったことがあるのか？もしかして、真山さんですか？え？怖い怖い。整った綺麗な顔から発せられた言葉は意外なもので、俺は面食らう。俺を知っていると思われるその女性を、俺は知らなかったからだ。あ、すみません。お仕事中にご迷惑でしたよね。おとといお会いしてから気になっていて、ご連絡しても返事がなかったのでつい、これは？あの、お持ち帰りしたという、まさか綺麗どころの女性。おととい？おとといって、水野と俺が町コンに行ったっていう、まさかあれか？いぶかしげな俺の表情を見て、拒絶されたと感じたのだろう。女性は悲しそうに笑ってみせた。わ、なんか悪いことしちゃったな。記憶には全くないけれども、なんか悪いことしちゃった。ごめんなさい。もう連絡しないので、カフェオレを一ついただけますか？謝っちゃった。ああ、はい。俺は何と答えていいかわからず、停止した思考は、ただ店員としての仕事に徹することを選択した。もうしょうがないよね。よくわかんないんだもんね。その女性は言葉通り、カフェオレ一杯を飲み干して去っていった。ああ、もう来てくれないよな。何だったんだ、さっきの人。俺はこっそりポケットに入れておいたスマホを確認する。やっぱり連絡なんて来ていない。人違い？俺とたまたま同じ名前で、俺とたまたま同じような顔で、いやいや、ないない、そんなの。そんなこと、あり得るのか？翌日。はぁ。俺は飲み終わった缶をゴミ箱に放り投げる。今日はサークルの4人ともこの時間で講義が終わるため、この後集まりがある。
部室は2階へ上がった先にある。そろそろ行こう。遅れると加藤の眉間のシワが増えるからな。はい。無駄だとは思っていても話しかけ、あ、話せるじゃん。スマホを見てない、いて俺に気づかない。見たことのない学生だ。はい。なんか、情報ないかな、ここら辺。ないね。ないない。お、何してんの、お前ら。うい。茶髪の女性。一回、司の家遊びに行ってみたかったんだよね。ねえ、真冬。俺は別に。私は大丈夫だけど、うち何も面白いものないよ。いいの、いいの。じゃあ、いつにする？俺も行くのかよ。そんなやりやれ感出さなくていいから。本当は行きたいくせに。出してね、別に行きたくね。ええ、トーマ、司の家なんて絶対行きたくないってさ。あ、うん、そうだよね。無理しないで。行く。やった、じゃあ決まりね。日付は。楽しそうに予定を決めている。うん、なんかどっかで見たような。おーい、まやま。これは水野？違う。どうしたんだよ、斎藤。新たな人物が。顔に満面の笑みを貼り付けて、同じ講義を受講しているこいつは俺にすり寄ってくる。昨日はありがとうな、まやま。おかげでレポート間に合ったよ。今度単位落としたらやばかったんだ。昨日はサークルに顔を出して、あとはバイトだよね。昨日、レポート？何のことだ？またまた、気にすんなってことか。お前どこまでも最高かよ。斉藤くんは喜んでるから、まあいいや。3時間も俺のレポート作成に付き合わせて悪かったな。今度何かおごるわ。そう、記憶にはないけどおごってくれるのは、もういくらでもおごってほしいね。ちょっと待て、昨日俺は。やべ、そろそろ行かんと。じゃあまたな、まやま。去っていった。なんだろうね、自分の言いたいことだけ言って去っていくところは相変わらずだ。あ、もともとそういうやつなんだ。人の話は最後まで聞け。だからお前のレポート苦手なんだよ。というか、一昨日昨日に引き続きまたこれか。さすがにね、さすがに気づいたか？昨日俺は斉藤に会っていない。大学でも、その後も。あら。考察タイムとかないの？明らかにもう一人の自分が。くそ、レポート再提出か。死んだ。やだよね、再提出とかやだよね。レポートはよく書かされた記憶がありますが。なんか時間がもったいない気がしちゃうんだよね、あれ。お前ら、どうしたんだよ、んな怖え顔して。あれ？真山バイトは？バイト？今日はないけど。だから、今日集まろうって話になったんだろ？あれ？まさか加藤にもなんかあった？え？だって朝玄関で会った時、今日急にシフトが入ったから来られないって言ってたじゃん。なんだって？もう一人の自分。今日の朝、お前となんて会ってない。お前らいい加減にしろよ。何を怒ってるんだ？一昨日からみんなで俺のことをからかってるだろ。一昨日俺はマチコンにも本屋にも行ってない。バイト先に来た女の人も、斉藤も、みんなお前らで仕組んだことだろ。そんな大掛かりな。何言ってんだお前。話が唐突すぎて全然わかんないって。どういうこと？とぼけんなよ。なんだ？ドッキリか？真山、何か勘違いしている。俺たちはお前をからかったりなんてしてない。お前、大丈夫か？困惑したような、呆れたような、そんな顔で三人は俺を見る。こいつらのいたずらじゃない。いや、そんなはずないだろ。出なきゃありえない。だって、これじゃまるで。俺がもう一人いるみたいじゃないか。じゃあ、真山は、今日話し合いに参加できるってことだよね。微妙な空気を変えるように、加藤が話の矛先をキャンプへ戻そうとしている。なんとなく居心地が悪くなった俺は、
その言葉にうなずいた。確かに、どっちもどっちもね、なんか、びっくりしちゃうよね。それからキャンプの最終打ち合わせをしたが、みんな腫れ物に触れるように、俺に接していた。あ、部屋に戻ってきた。ここ最近の出来事について振り返った。もう一人俺がいる。お、気づいたか、真山。そうつぶやいてふと思い出す。草場から随分前に借りて最後まで読んでいないオカルト本にそんな話がなかっただろうか。ほう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 。探してる？俺はクローゼットの中を漁った。あー、どこやったっけ？あった。え、借りたものクローゼットに放り込んでんの？それもどうかなって思うけど。まあ、探してる最中っぽいね。ページをめくって、あった。ドッペルゲンガー。自分と姿形がうり二つの存在。その存在と会ってしまうと自分は死んでしまうと書かれている。死ぬ？なんで会っただけで死ぬんだよ。もっと何か書かれてないのか？ドッペルゲンガーに遭遇して助かる方法はただ一つ。この世に二つの魂は存在しない。だから消せばいい。物騒な話だな。もう一人の自分を。これ実際に物理的にやっつけるってことなのかな。くだらなくなって俺は本を閉じる。何オカルト本に頼ろうとしてんだ。こんなことありえないだろ。もともと幽霊や怪奇現象を信じる方ではない。やっぱりあいつらの仕業以外に考えられない。多分あさってのキャンプでネタバラシをする気なんだ。今回は特別なキャンプ。みんないい催しになるとでも思っているのだろう。そんなことある？ね、確か去年ね、キャンプで死んだ木下さんだっけ？そのね、弔いがてらっていうことなのに、こんなタチの悪いことするかな？まったく、めんどくさいな。もうそこで自分を納得させようとしてる。ドッキリでした、なんて言われても驚いてなんてやるもんか。ひねくれた青少年のようにそう心に決め、俺はキャンプの準備に取り掛かった。